優勝戦1号艇永井源選手です。よろしくお願いします。お願いします。予選トップ通過、そしてこの優勝戦1号艇を手にしましたけれども、いい手応えでレースできていらっしゃいますか？そうですね、まあ、前傾から足はいいと思いました。周り足関係に関してはいかがですか？そうですね、ちょっと、まあ、ペラ調整によってだいぶ変わってくるんですけど、はい、まあ、そのあたりはちょこちょこやりながら合わせていきたいと思ってます。昨日の準優勝戦に関してはその回り足などはいかがでしたか？ちょっと回りすぎてるなって感じはしたんで、まあ、今日も多分そんなに変わらないと思うんで、そのあたりを考えて調整していきたいと思ってます。はい、まあ、調整としてはそのプロペラでの調整になりそうですか？そうですね。スタートに関しては今節届き方、まあ、間よりちょっと届いてないんで、はい、まあ、少しだけ突っ込もうかなとは思ってます。はい、ね、今日は、ね、1号艇での戦いとなります。最後にゲストの皆様に優勝戦への意気込みをお願いいたします。優勝戦1号艇しっかり、優勝できるように、頑張りたいと思います。応援お願いします。優勝戦2号艇滝沢良幸選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦は逃げての一着ということになりましたけれども、まず今モーター現状としては仕上がり、どんな仕上がりになっていらっしゃいますか？全体的に、まあ、いいところに来ていると思います。うん、調整も毎回毎レースごとにいい調整でいけていらっしゃいますか？そうですね、足的には全体的にいいと思います。展示タイムも結構いいタイムも、ね、でき、ね、らっしゃいますけれども、はい、やっぱりその足直線の部分は、うん、プロペラもいろいろやってるんですけど、はい、その辺の足は落ちないんで、ちょっと今日もう一度やり直したいなと思ってますけど、特に今日の優勝戦に向けてというのは求めていきたいなという部分はいかがなんですか？うん、もうちょっと思い切って乗れるようにちょっと調整したいなとは思うんですけど、はい、それはこう乗り心地であったりかかりの部分と、そうですね、はい、ただ日々調整してもそのいい伸びは落ちないで、ですよね。うん、多分落ちないと思うんで、いろいろパターンやってもその辺は落ちないので、はい、スリットに向けてご自身のスタートの見え方というのはいかがなんでしょうか？はい、あ、スタートの今節のスタートも、まあ、まあ、行き足がいいんで、まあ、決まってはいますけど、はい、じゃあもうスタートもしやすい感じ？うん、タイミング的には合ってるんですけど、はい、全速で行ききれてないところがちょっと、はい、あ、そうなんですね、はい、全速で行ければやっぱり部の良さというのは感じ、そうですね、ちょっといい人でもちょっと覗くぐらいはあるかなとは思うんですけど、はい、はい、さあ、それではね、最後に優勝戦に向けて、はい、ゲストの皆様に意気込みをお願いしたいと思います。一生懸命頑張ります。優勝戦3号艇今泉優吾選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、昨日の準優勝戦は逃げての一着となりました。はい、今現状モーターの仕上がり具合というのはいかがですか？回り足、レース足がいいと思います。昨日の準優勝戦に関しては、はい、かかりとか調整などはいかがでしたか？そうですね、乗りやすさもあってかかりとかターン周りは問題ないと思います。そうですか、はい、今日の優勝戦に向けてというのはこのいい回り足を生かした調整になりそうですか？そうですね、そこを落とさないように微調整するだけです。スリットに向けて起こし、行き足などはいかがなんでしょうか？起こしとか行き足は問題ないんですけど、はい、ちょっと直線が弱いかなと思うんで、はい、そこら辺も微調整できたらなと思ってます。じゃあもうちょっとその直線の部分も上積みできればというところになりますか？そうですね、はい。そしてスタートに関してですけれども、本節スタートはご自身のイメージ通りのスタートになってらっしゃいますか？そうですね、しっかり特訓でつかめればいけるんで、しっかり今日も特訓から集中していきたいと思ってます。はい、分かりました。それでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。しっかりいいレースして船木に貢献できるように一生懸命します。応援よろしくお願いします。優勝戦4号艇須藤博道選手です。よろしくお願いします。お願いします。今シリーズは数字のあるモーターでの戦いとなりましたけれども、日々のこの調整の合い具合、変化などはいかがですか？まあ、2日目にちょっと、プロペラで調整外しましたけど、はい、その他はバランスはしっかり取れてると思います。そうですか。現状としてはその足に関しては、そうですね、まあ、全体的に中堅、中の上ぐらいで、まあ、伸びとか上の人はいますね。はい、足のこうバランスとしてはバランスが取れているというふうに見てよろしいですか？まあ、そうですね、レースはしやすい状態ではあるんですけど、はい、レースはしやすいということなんですけれども、今日は4号艇ということですけれども、まあ、こう考えた調整というのは何か考えていらっしゃいますか？そうですね、ちょっと朝乗ったんですけども、はい、ちょっと
湿度のせいか昨日とはまたちょっと回転の感じが違ったんで、はい、まあ、そこを合わせるぐらいですね。あ、はい、もうじゃあしっかりと回転が合わせられればと、はい、いうところですか。スリット近辺とか伸びなどはいかがなんでしょうか。まあ、もちろん、ね、少しでも、うん、あの枠 を考えたら伸びつけたいですね、はい。まあ、じゃあそこも含めて調整ということに、まあ、はい、時間がありますんでね、はい、あのもうちょっと調整したいと思います。今シリーズはスタート見え方イメージ通りのスタートになっていらっしゃいますか。まあ、いつもなんですけどちょっと桐生はなんとなく僕はそうですねスタート難しいんですけど、まあ、タイミングというよりかはしっかりスピードを持って通過したいですね、はい。そう、全速でのスタートというのは今節はいけてますか。まあ、数えるぐらい、はい。今日は、ね、4号艇での戦いとなります。最後にゲストの皆様に優勝戦の意気込みをお願いいたします。はい、優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。優勝戦5号艇松下和也選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦は2着での優勝戦ということになりましたけれども、現状モーターの仕上がりはどんな仕上がりになっていらっしゃいますか。そうですね、あの行き足から伸びがちょっとずつ良くなって、乗り心地とかがだいぶ上向きました。あ、そうですか。じゃあ序盤に比べるとその乗り心地だいぶ良くなってレースもしやすく。そうですね、初日2日目前半までちょっともうあまり乗り心地良くなくて、はい、2日目後半からちょっとプロペラを叩いたらなんか全ての足が良くなりました。あ、そうですか。じゃあ今現状としてはご自身の中では納得の仕上がりにはなってらっしゃいますか。そうですね、あのエンジン考えたら十分動いてます、はい。そうですか。あの浮き足から伸びが少しずついいということですね。フルダッシュでいければ、はい、そのフルダッシュ今節スタートに関してはフルダッシュでいけてらっしゃいますか。今節はあのダッシュ3本は全てフルダッシュでゼロ台いってるんですけど、はい、まあ、スローはちょっと様子見ていってるんで、はい、あんまり見えてないかなっていう感じです。どちらかというとご自身はの中ではダッシュの方がスタートは、そうですね、ダッシュは、うん、もうある程度、はい。今日はあの5枠ということですけれども、はい、スタートに関してダッシュでのスタートを考えていらっしゃいますか。まあ、そうですね、ダッシュピットバネ、ね、あれですけどダッシュでしょう、はい。今日は優勝戦に向けてですけれども、何かこう考えること調整などを求めていきたい場所ありますか。そうですね、あの気温とかの湿度だけ見て回転合わせるだけです、はい。いました。それでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、あのスタート行ってあの展開待ちですけど頑張ります。優勝戦6号艇鳥塚貴博選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、昨日準優勝戦2着での優勝戦に駒を進めましたけれども、今節のモーターこう節間通して変化というのはいかがなんでしょうか。そうじゃない、足的には中堅で、まあ回り足出足は良くなってきたと思います。あ、そうですか、はい。そのあたり回り足に関しては評価はだいぶいいと思います。あ、そうですか、はい。今日は6号艇という枠ですけれども、はい、ちょっと枠を考えた調整というのは何か考えていらっしゃいますか。いや、特に考えてないですけど、まあ、全体的に上積みできるようにあのしっかりペラペラ合わせたいと思ってます。回り足などは、ね、しっかりされているということで、まあ、展開は捉える足はあると思います。そうですか、はい。今節スタートに関してですけれども、スリットに向けてお腰などはいかがでしょうか。そうですね、そのお腰の足も悪くないんですけども、はい、あの思い切ってスタートがいけてないので、うん、あのしっかり、特訓で感をつかみたいと思います。はい、今日はね、あのちょっともうちょっと上積みをさせたいということですけれども、はい、作業としてはどんな作業を考えてますか。プロペラだけです。あ、プロペラの調整と、はい、お方になりますかね。それでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、6枠ですけどしっかり船券に絡めるように精一杯走ります。応援よろしくお願いします。